宮津市は京都府の北部に位置するし、丹後地方に含まれている。日本海の若狭湾に面しており、日本三景の天の橋立で知られる。まに、よさぐんよさの町を挟み、地域が南北に分かれている。この南北の飛び地を天の橋立がつないでいるが、自動車は天の橋立を通行できないため、自動車で南北の飛び地間を移動するときは、よさの町を通過することになる。 市の中心部は南部にあり、市街地が宮津湾に面している。天の橋立の東側、栗田半島の西側の海が宮津湾、天の橋立の西側が阿蘇海である。栗田半島にはリアス式海岸の入り組んだ地形が見られる。北部には与野高原がある。小説家の西欧舞子は宮津市内の中学校で教師をしていたことがある。天国は、 まだ遠くの映画版は宮津市内で撮影された。男は辛いよシリーズ第29作は宮津市内で撮影された。ワオ o ユヤマビコ音楽堂公会は宮津市内で撮影された。河合隆介の著書、大はコロニーフロリダに日本を残した男たちは宮津市出身でアメリカ合衆国フロリダ州、エルレイビーチに移民した。 森上スケジラの人生を描いたノンフィクション作品でもある。道路では、京都立貫道で、京都市と結ばれ、山陰近畿自動車道で、兵庫県豊岡市及び、鳥取県鳥取市と結ばれる予定である。2021年1月に実施された、大学入学共通テストの地理に、宮津市を題材とした問題が出題された。宮津市中心部周辺の空中写真。 市街地北方に宮津湾と天の橋立が広がる。1975年撮影の12枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。山地河川、湖沼海岸その他地形日本海側気候であり、豪雪地帯に指定されている。市内は昭和の合併前の旧町村の区域が、 小中学校の校区とほぼ重なるため、これに基づき次のようないくつかの地区に分けられる。市の中心部の東側に栗田地区があり、さらに東の名古海岸を越えると由良地区があり、舞鶴市につながる。宮津地区の南側が上愚津地区で、天の橋立の西側、与佐野町に接する地域が吉地区である。天の橋立の北側には、海岸沿いには、 南から順に、府中地区、日置地区、養老地区があり、日置地区の西側の山間部に、与野地区、養老地区の西側の山間部に日が谷地区がある。養老地区、日が谷地区は、北の稲町につながる。なお、北部の府中地区と南部の吉地区は、その間に挟まれた与佐野町の岩滝地区と共に、橋立中学校の校区を構成している。 平成22年の国勢調査の統計では、前回の国勢調査からの人口増減を見ると、7.25%減の19953人で、あり、増減率は、不可26市町村中22位、36行政区域中32位。国外国内宮津警察署宮津郵便局宮津、歴史の館宮津市立、前を記念文庫2007年に変更された。 宮津市立図書館1967年には多目的ホールとして島崎公園に宮津会館が開館。1971年には宮津会館の南東に宮津市立図書館が開館し、1983年には宮津市立図書館の南に宮津市立前置記念文庫が開館した。2000年には宮津会館の西に宮津歴史の館が開館し、 宮津会館と一体的に運用されている。2017年には宮津市立図書館がミップルに移転。日本夜勤工業大鉱山製造所宮津、シーサイドマートミップル、l 西賀基吉が1910年2月に事業許可を受け、6月に宮津伝統を設立し、発電所を建設。1911年1月に事業開始したが、1912年7月に、 宮津電灯、丹波電機、丹後電機三社合併し、両丹電機へ、社名変更した。京都府立宮津天橋高等学校宮津学者、宮津駅天野橋立駅市の中心となる駅、宮津駅観光拠点となる駅、天野橋立駅路線バス高速道路国道道の駅、天野橋立2007年度には、約267万人が訪れた。宮津市は、京都府において、 京都市、宇治市に次いで3番目に観光入り込み客数の多い自治体である。夏には多くの海水浴客で賑わう。宮津祭富士折りの単物。ありがとうございます。